こんにちは、センターCLRのビデオメイキングアーカイブ IL2C の、26回目を始めていきたいと思います。よろしくお願いします。今回、秘密兵器ってほどでもないんですけど、ちょっとね、マイクを割とまともというか、いわゆるちゃんとしたマイクにしてみました。ただちょっとね、環境音、特にファンがね、ちょっと部屋やかましいんで、部屋狭いし、あと無教室でもなければ、なんて言うんです、こうレコーディングをするのに適した部屋というわけではないんで、ちょっとね、マイクが雑音も同時に拾ってしまうっていうところは残念なんですけど、使ってみたのがですね、すいませんね、IL2C とあまり関係ないんですけど、せっかくなんでちょっと。こんなやつ、見えるかな、これ。シュアの PGA181 ってやつですね。ちょっとね、カメラを動かしちゃうと、元へ戻すのが大変なんで、いいか、ものは、こういうやつです。こんなやつ。ちょっと変わった形したマイクなんですけどね。はい。こういうなんかちゃんとしたマイクを買うのは初めてで、一体どれがいいのか、調べ始めるとですね、マイクってすごいいっぱい種類があるんですよ。なんで、どれがいいのか、まあ分からず、まあとりあえずこれとか言って買ってみたのが、まあ値段もすごく高いっていうわけではなかったんで、まあ買ってみたんですけど、さっき試しに撮ってみたら、結構いい音が入ってました。その背景雑音を除けば、なんでもうちょっとですね、この環境音をなんとかすれば、よりいい感じになるんじゃないかなって思ってます。はい、まあそれ余談です。で、前回までで、構造体に定義されたスタティックなメソッドですね。これを呼び出せるようにしましたと。で、その過程で、コールオプコードを解釈できるように、コールコンバーターですね。これを実装して、で、ちまちまやったわけですね。これは GitHub に、先ほど、シャープ25でタグつけて、プッシュしておいたので、まあ、見られる方、見てみてください。で、それでですね、今これで、構造体に定義された、メソッドが呼び出せるようになりました。テストコードとしては、どれだったかな、はい、ないな。ちょっと待ってください。この中のこれかな。これでしたね。このメソッド。このメソッドを、変換の対象にしたと。で、そうすると、このメソッドへの呼び出しがコール命令として取得できていたと。で、そいつを変換して C に出力できたので、まあ、とりあえずは OK でしょうということになりましたと。で、この今対象としているのメソッドが、構造体の中にスタティックメソッドとしてこう定義されているわけですよね。で、その他の要素としては、この構造体の内部に、メンバーとしてフィールドが定義できますね。まあ、プロパティもあり得ますね。で、あと、それらに対する、DIS の参照は、まあ、どういう扱いになるのかとか、まあ、そのあたりがキーポイントになるかなと思ってます。ちょっと、その辺を、書き出してみましょうか。マイクがね、すごい単一指向性のものではないものを選んだつもりなんですけど、今このカメラの配置というか、ホワイトボードに向かって喋ってるんですけど、マイクとは正反対の方向に喋ってるんですね。で、多分ホワイトボードに反射してマイクに入ってると思うんですけど、まあ、事前にちょっと軽くリハをした感じでは入ってるようなので、やっといいかもしれないですけど、まあ、ちょっと最初のうちは慣れないかもしれないんで、聞き苦しいところがあれば
ご了承くださいということでお願いします。で、構造体は、まあ、バリュータイプ、タイプですね。これは例えば、例えばストラクト ABC という構造体が定義されています。そうすると、まあ、パブリックかプライベートかなんかわからないけども、フィールドが定義できますね。イント、例えば、value1、プリック、long、value2 と。見えてるか。見えてる。そして、今回やった、メソッドですね。パブリックイント、メソッド1で、括弧イント A と、ロング B みたいな。で、まあ実装がなんかあると。こんな感じですね。まあ、これらの他にプロパティとか、まあ、イベントとかも、まあ、あんまりやらないですけども、定義はできますね。イベントも定義できる。で、ストラクトの中にインナークラスやインナーストラクトが定義できたような気がするんですけど、ほとんど書いたことはないんで、ちょっとあんまり自信はないんですけど、まあ、できるかもしれない。っていうような、その構造がネストしてるわけですよね。で、これは、この構造は一体、その C 言語にコンバートされたときにどうなるのかなんですけど、我々が重点的にやった、しかもここはスタティックですね。ごめんなさい、スタティック、すいません、上も今のところはスタティックの話をしています。インスタンスフィールドとかインスタンスメソッド避けてる理由はちょっとあるんですけど、まあ、先にちょっとこの辺も含めて整理したいです。で、我々が最初に取り組んだこれですね、スタティックメソッド、これは C の世界ではどうなったかというと、これは C シャープ C の世界では、なんかイントサンニーキーの名前空間がありますね。適当にテストとか。テストアンダースコア ABC アンダースコアメソッド1カッコイント32Tの A カンマイント64Tの B。 違う。入った。ギリギリ入ります、ね。で、メソッドの実装がある。っていうふうになったんですね。このシグネチャーはこんな感じになった。メソッドの定義。こういうことですね。なので、メソッドについては、まあ、スタティック、今のところスタティックという条件ですけど、メソッドについては、このように1対1で、C の関数に落とせると。じゃあ、これはどうなるのかと。この構造体に定義されているスタティックな、このフィールドですね。これどうしましょうね。あ、まあでも、スタティックなフィールドって、まあ、こんな言い方するとあれかもしれないですけども、まあ、グローバル変数みたいなに捉えられるわけですよね。まあ、この構造体のスコープはありますね。構造体のその ABC というスコープの中に、バリュー1とかバリュー2とかいう、そういうのが、こうグローバルに存在している。要するにインスタンス別ではなくてグローバルに存在する。まあ、C の世界ではね、グローバル変数とか一般的なので、
見えてるね。で、よくよく考えるとこれもそうなんですよ。スタティックなメソッド、ストラクトのメンバーメソッドなんですけど、スタティックな場合っていうのは実はこれグローバルなメソッドですよね。まあ C にはグローバルしかないので、こうなるんですけど、こうなります。じゃあこれと全く同じようにこれらも同じようにグローバル変数として定義すれば、そうすれば同じものが作り出せる、対応するものが作り出せるんじゃないかという予想が成り立ちますね。それを実際に書いてみると、int sanity、テスト underscore abc underscore a value 1っていう感じかな。と同じように int 64t テスト abc value 2ってやれば、こうやって1対1に置き換えたことになりますよね。理論上違いは、C シャープの世界には名前空間という考え方があり、それからその構造体の中にあるメンバーみたいな考え方ができるので、に対して C にはその名前空間っていうのがない、それから構造体の中にスタティックなメンバーを持てないっていうことがあるので、まあそれらを結合したシンボル名をつけてやって、これをグローバル変数にすることによって、まあ擬似的にこういうシンボルを使ってるということが分かりさえすれば、これと同じことが導き出せるということになりますね。で、まあ型はもうずっと今までやってきた通り、int だったら int 32t、 long だったら int 64t にすればいいということですね。まあ仮にこのメソッドの中からこれらの値を参照した場合どうなるのかというと、C シャープで書くと、C シャープで書くのは例えばですけど、バリュー2イコールバリュー1みたいな式を書いたとしますね。じゃあこれ C の世界ではちょっとスタックの操作とかそういうのを置いて、これをまあ等価に移植したとすると、テストA, B, C, value 2 equal test A, B, C, value 1という式にすれば、こいつらにアクセスすることになって、こっちとついつま合いますね。まあ、同じように変換されたっていうことになります。ということは、ポイントとしては、C に出力するときにシンボル名を必ず、フルネーム、フルネーム、まあ、フリークオリファイドネームで、参照してやるような式にしてやれば、そうすれば正しいコードとして出力されるということになりますね。なんとなくスタティックなフィールドとスタティックなメソッドの関係っていうのはこういうことで、まあこうそういう操作さえすれば満たせられるということになりそうですね。あとはですね、実際にこのコードを C シャープのコードを IL に変換するとどうなるかってことですよね。これはフィールドの参照なので、まあ、フィールド参照のための命令を使うはず。なので、コンバーター、IL コンバーターとしては、そのフィールド参照の、オップコードに対応する IL コンバーターを実装してやれば、ここの式の操作は、こいつに変換する、できる、そのコンバーターの中で変換するコードが書けると。残るは、これをソースコードとして出力しないといけないですね。で、特に、C の場合は、
前方参照しかダメですよね。後方参照にしたいんだったら、まあ、あらかじめ前方になんか、例えば X3 をつけて、参照可能にする、前方参照で参照可能にするみたいな工夫が必要なんですけど、まあ、まあまあ事前にこういうふうにどの、構造体を使うかとかいうのが分かっていれば、事前にその手前側に情報収集しておいて、ソースコードの手前になんかこれを先に出力してしまう、構造体をトラバースしてパブリックでスタティックなフィールドを見つけたら、それをこういうソースコードとして出力するっていうふうにしてやれば、そうすればその後でメソッド内からフィールドにアクセスするコードを出力しても、まあ、ちゃんとつじつまの合うコードが生成されるという感じですね。まあ、これはまずポイントの一つかなっていう気はします。で、あと、テストコードを、今 GitHub に最新のコミットでプッシュされているテストコードは、このメソッドから別のメソッドを呼び出すコード、テストメソッドを呼び出すコードを変換して出しているんですけど、それは実はそのまま C のプロジェクトにコピペで持ってって、でビルドすると動かないんですよね。でそれはなぜかというと、そのメソッドが呼び出している先のメソッドがどこにも定義されてないからってことなんですよ。でまあここまたポイントで、そのじゃあ呼び出す先のメソッドは誰が用意するのか、あらかじめ C のソースコードとして手動で我々が実装したものを参照させるようにするのか、それとも、機械的にこのメソッド内から別のメソッドを呼び出していたら、そのメソッドも再帰的に探索するということをやらせるのかどうかということですね。で、ここら辺は、アプリケーションライフサイクルも含めてどういうふうにするのかっていうのを考えないと多分うまくいかないというかですね、後からなんか困ったことになるという問題があります。なのでちょっとそれはまたさらに後に回して、まずはこのフィールドの扱いですね、これができるようにしたいなっていうのはあります。ですね、その次にやらなきゃいけないのはおそらくインスタンスメソッドにとインスタンスフィールドをどう扱うかみたいなことですね。インスタンスになると、この事前にこういうふうにグローバルな変数で出力するっていう方法が使えなくなるので、なのでまあそれをどうするかみたいなことは考えないといけないですね。で、このメンバーについてもどうするのみたいな、どう考えるのかみたいなことを考えなきゃいけないと。なので、まずはスタティックの今言ったのをやって、それから次にインスタンスフィールドと、それからインスタンスメソッドをどうするかを考え、そしてさらにその先に進むという3段でやろうかなと思います。で、今の話を踏まえてですね、まずやらなきゃいけないのは、テスト用のコードをまず書きますかね。どういうコードが出てくるのかっていうののイメージがつかないと思うんで、先に、テストコードを、作って、そこからまた ILSpy で少し眺めて考えますか。ちょっとリージョン閉じます。で、バリュータイプスの中に入れときましょうかね。はい。で、どうするかな。今ちょっと考えてます。そうですね。はい。じゃあまたちょっとコピペで、作ります。今度は単純に単純にってわけにもいかないか、これでコール
コールスタティックメソッド with、フィールドリファレンステストタイプと。で、この構造体に、パブリックでスタティックなフィールドを宣言しておきますね。フィールド1とか、まあ、0とか1とかにしておきます。こっちはドングと。こういう感じですね。で、それから、コールミスフィールド、コールじゃないですね。セスフィールドテストメソッドというのを作っておき、例えばそうですね、どうしましょうね。でもスタティックだからいいのか。はい、ごめんなさい。じゃあ、リターン、これのフィールド0と、これのフィールド1、まあ全然ひねりがないですけど、この2つを足した結果を返す。というメソッドにしますかね。はい、通りましたね。で、このメソッドを、アクセス、スタティック、フィールド、メソッドテストと。これスタティックですね。こういう感じ。はい。で、解析する対象のメソッドはこれです。で、実際にコンバートで、走らせますと。そうすると、こいつがフィールドの値を参照するはずですね。はい。しかもスタティックの。うん。で、これがどういう出力を、得るのかというのは、実際に、ビルドしてみて、そいつを、IL スパイで確認すると。はい、いいですね。どれかな。これですね。よいしょ。で、これですと。ごめんなさい。こっちかな。これですね。これだな。はい。こんな感じのコードになってますね。まず、ローカル変数として、int64。まあ、これなんか、いつも通りの感じですよね。最後で使ってるだけなので。そして、例によってブランチもありますと。で、まず最初に、LDSFLD、ロードスタティックフィールドの略だと思うんですけど、LDSFLD という命令を使います。もちろんこれは今まだ IL コンバーターに実装されてないですね。で、ここの後ろにはオペランドが指定されてるんですけど、これはね、例によってトークンですね。メタデータトークンがここに格納されています。で、さらに、これがコンブ i8 で64ビットになる、int64 になる、それからもう一回、フィールド参照で、ここのフィールドの値を持ってきて、スタックにプッシュすると。で、そしたら、アットを発行するので、まあ、おそらくこのフィールドとこのフィールドで得られた値を足し算すると。で、ポイントとしては、あれですね、これ、int32 ですよ、元のやつは。なので、コンブ i8 で int64 に拡張し、で、二つ目のフィールドは int64 なので、そのままスタックにプッシュするので、結局スタックには int64 と int64 の値があるので、その int64 同士の足し算をアット命令ですると。そうすると結果が int64 でスタックに積まれているはずなので、stlock でローカル変数領域0に格納すると。まあ、
アイル的には別に何のひねりもないですね。なので、ポイントとしてはこの、メタデータの、メタデータトークンですね、これをどう扱うかっていうのは、この間メソッドについてやったんですけど、それと同じような感じでどういうふうに扱うかみたいなのがポイントになると。なので、このロード S フィールドをちょっと確認してみましょう。はい、スタックの遷移動作を順番に示すと次のようになります。特定のフィールドの値がスタックにプッシュされます。まあそんだけですね。で、形式がオープコードは 7E ですね。で、オペランドが例によって T と書いてあって、これがフィールドのメタデータトークンってことですね。LDS フィールド命令は静的クラスのすべてのインスタンスで共有されるフィールドの値をスタックにプッシュします。戻り値の方は渡されたメタデータトークンフィールド と関連付けられた方ですということですね。実は IL ジェネレーターというクラスがドットネットにあって、そいつのエミットってやると、そうすると動的にオープコードをオープコードからアセンブリを生成するっていう、そういうこともできるんですけど、ここに何とか書いてありますね。なんかフィールドインフォを指定してやると、それにそれでもってこのオープコードが出力されるみたいな感じになってるわけです。なので、ここの T というメタデータトークンっていうのは、ダイレクトにこのフィールドインフォに対応付けられているってことですね。暗黙に。だけど、これは多分数値なんですよ。ちょっと、これから確認してみないとわからないですけど、多分32ビット。メソッドと一緒で、イント32の値になっていて、で、そいつを使って、この間、リゾルブメソッドというメソッドを使って、メソッドベースですね、メソッドインフォまたはコンストラクターインフォを取得してたんですけど、その代わりに多分フィールドインフォが取れるみたいなものがあるはずです。なので、それを使ってフィールドを特定してやる必要がありますということです。はい。で、流れは分かったので、まず、コンバーターですね。コンバーターを足してみましょうか。ロード S フィールドというのは、ロードフィールドの仲間というふうに考えられるので、ちょっとこの辺のロードアーグとかですね、この辺のやつを、拝借して、また新たに、ソースファイルを作ります。ロードフィールドですね。ロードフィールド、コンバーター、はい。で、ここですね。ちょっと2つあるんですけど、これは削除しておいて、ここ、ロード S フィールドコンバーターですね。これを作ります。ロードフィールド、ロード S フィールド。ややこしい。で、これはオペランドを取ります。で、オペランドを取るものは、この間やった、コールコンバーターですね。これは、インラインメソッドコンバーターというのを継承していて、このインラインメソッドコンバーターが何だったかというと、IL コンバーターで、イントから継承して作ってたんですね。で、フィールドの場合何になるかっていうのは、ちょっと確認してみないとわかんないですね。それは、ちょっと、前回も言いましたけど、僕はあんまり、C シャープインタラクティブとか使わないんで慣れないんですけど、ちょっとこれでやってみますか。どうやればいいのかな。上、ありますね。すでに前回試したのがあるので、これと同じことやればいいかな。システム、リフレクション、エミット、オフコーズ、LDS フィールド。はい。で、
シャザーオフタイプ2イコールオフ、オフ2のオペランドタイプ、コンソールライトライン、カンマ、オフタイプ2と。インラインフィールド。まあ、インラインメソッドに対してインラインフィールド。まあ、ひねりはないというか、まあ、わかりやすいというか。はい。で、あ、そうですね。なおかつ、インラインフィールドが何なのかですね。オペランドタイプからちょっと、ヘルプを見ないとわかんないかな。あ、この辺から見ればいいですね。こいつをちょっと、参照してやると、インラインフィールド。フィールド、インラインバー、インラインメソッド、インライン、あ、ありましたね。The operand is a 32bit メタデータトークン。なので、やっぱりイント32ですね。では、先ほどのこのインラインメソッドコンバーターを、まあ、これまた拝借して、インライン、フィールドコンバーターというのを作り、そこで、求められるオペランドタイプはインラインフィールドであるという確認をしつつ、結局のところ、オペランドとしてフェッチイント32でイント32の値を得るという感じにしますかね。で、これで規定クラスができたので、もう一度、ロードフィールド、ロード S フィールドの方に戻り、で、ここでそれを継承するように変えますと。で、そうすると、オーバーロードが違うので、こいつは、イントの、オペランドですかね。こんな感じ。こんな感じで、オペランドを受け取ると、いう感じですね。で、これ、そうか、ロードアーグの、コンバーターユーティティーズに、渡してるんだけど、どうなるのかな。ロード S フィールド。ロード S フィールド。ロード S フィールドで、今は、テストコードが、テストコードってこうですよね。戻りはリターンなんですが、リターンは、まあ、リット命令が来るまで、この文は作られないですね。で、じゃあ、ここが何かというのが、おそらく計算した後、一旦スタックに積んで、で、あと、スタックからローカル0に移し、ローカル0をもう一度スタック0に移し、あ、スタック0か、スタック0に移し、リターンするみたいな流れだと思うんで、作られる式としては、あ、そうか、これも、一旦スタックに、格納するはずですよね。なので、順序としては最初にフィールド0の参照があるのかな。もう一回ちょっとアイを見ると、フィールド0ですね。最初にフィールド0の値を、取得するというのがあるので、これかな。代入としては、フィールドですよね。この辺の流れは、このロードアーグとやっぱりほぼ一緒のような気がしますね。ちょっとこれをそのまま使う感じで移植してみましょうか。ロードアーグじゃなくて、ロード、まあ、S じゃないフィールドも多分対象になると思うんで、ロードフィールドコンバーターユーティティスという名前にちょっと無理やり変えて、で、そいつを参照するように書き換えておくと。で、ただ、これ、ここの引数で、もともとはロードアーグの、引数の位置ですね。インデックス番号をここに渡して、変化するように、変えるようにしてたんですが、まあ、オピランド渡さないといけないですね。オピランドを渡すように変えておきますと。こんな感じかな。はい。で、じゃあ受け取る方も、ここはオピランドが渡ってきます。まあ、オピランドっていうかね、あれですね。フィールドトークンとかにしときますか。わかりやすくするため。
はい、フィールドトークンが渡ってきます。さて、このフィールドトークンからどうやって、フィールドインフォを得るかということなんですけど、この辺の流れは、前回と一緒ですね。コンテキストの中にモジュールが入れてあるので、このモジュールに対してリゾルブを呼び出すと、リゾルブフィールドというのがあります。これを使えば、フィールド情報が得られます。引数に渡すのはこのフィールドトークンですね。これを渡すと、こういう流れですね。こうで、これでフィールドの情報が得られましたと。で、あとは、パラメータインデックス、これはロードアグだからパラメータですね。これも関係ない。それからパラメータタイプってパラメータの型なんですけど、フィールドの場合フィールドの型ですね。フィールドタイプ、これでターゲットの型がわかります。そのフィールドがもしブールで定義されている場合というのは、そのフィールドへの代入が、フィールドからの代入かな、ロード S、ロードフィールドですね。ロードフィールドってことは、フィールドから、値を取り出すってことになるので、ブールの場合は、ここがフィールドですね。これがフィールドに相当して、フィールドが true だったら1、false だったら0を、返すような式を組み立てると。まあ、やっぱややこしいですね。フィールド、これですね。で、ここで、今パラメーターネームを指定してますよね。なんですが、イメージ的にはこういうこと。フィールドの名前、フィールドネーム。なので、ここなんですが、今やっているののテストコードは、これだ。フィールド名ってこれなんですよ。フィールド0を指している場合は、フィールド0というのが文字列で得られます。そうすると、なんかこの辺、これが、これも指定しないといけないですね。で、さらに言うなら、これが定義されている、名前空間も指定されなければいけない。それってつまり、これですね。名前空間が定義され、アンダースコアで区切られ、その構造体の名前が、指定され、で、またアンダースコアで区切られ、そしてフィールドの名前ですね。こういうくっついた名前にならなきゃいけないと。この辺の流れも、結局メソッドと全く一緒です。そういう感じで、完全に一致する、その、シンボル名を、1位なシンボル名を定義してやる必要がありますと。では、コールコンバーターの時に、メソッドの定義って実際どうしていたのかなんですが、こうちょっとなんか いらないやつがあるので消しておきます。どうしてたのかですが、これリゾルブメソッドで、メソッドの情報を得て、まあ、パラメータはね、必要なんで、そのあたりの工夫はしてます。ここですね。メソッド名を得るときに、UTT の get フルメソッドネームを呼び出し、それから、そいつのドットを、アンダースコアにリプレイすることで、ファンクションネームを生成していたと。こことまあほぼ同じ流れですね。で、どうするかというと、ターゲットがブールか否かに限らずだとは思うんですが、ちょっと置いといて、ここで一旦生成します。で、やりたいことはこういうことですね。get フル、まあ、メソッドネームと書いてありますけど、そこにフィールドを指定すると、フィールドの名前が得られる。そのフィールドの名前のドットをアンダースコアに、リプレイすると、そうすると、ノーマライズドフィールドネームが得られる。で、こいつが参照すべき名前になるので、ここにその名前を指定してやると。代入先は、あれですね。これ、今、この後、スタックに
プッシュしてるんですけど、イントを。で、この、ここで得られたシンボルネームを、ここで、指定してやると。いうことで、フィールドへの、フィールドから、スタックへ代入する、スタックにプッシュするっていうコードが実現すると。はい、問題はここですね。UTT の場合は、get フルメソッドネーム。ちょっとここへ飛ぶと、ここはメソッドインフォを取ってます。で、ここからデクレアリングタイプを、ネストしてる、クラスとか構造体を一番外側まで探索して一覧にするっていうコードでしたね。で、そこから、ドットノーテとされた、フリークオリファイド、ネームというのを生成するというコードだったので、なので、実は、これって別にメソッド名に限らず、これから我々が扱うメソッド、フィールド、プロパティ、イベントについては全部これでいけるという、この方法でいけるということですね。で、幸いなことにですね、リフレクションのこのメソッドインフォとか、フィールドインフォとか、他の情報もそうなんですけど、規定クラスがあるんですよ。すべてに共通の規定クラスが定義されている。これは前ちょっとちらっとやったんですけど、メンバーインフォというのがあります。メンバーインフォ。そしてこれの直下にメソッドインフォ。それからフィールドインフォとか、あとボロボロ3種類ぐらい、あと3種類ぐらいあって、それらすべてこの共通のメンバーインフォというのを継承してます。これメソッドインフォじゃなくてメソッドベースでしたね。ベースで、メソッドインフォはここの下にある。ちょっとめんどくさいね、メソッドインフォ。それからコンストラクターインフォという2つのクラスがメソッドベースを継承していて、字切れてますね。ちょっともうちょっと丁寧に言うか。字切れてました。メソッドインフォ。これなんとか。ギリギリ入ってますね。はい。それから、コンストラクターインフォですね。これらはメソッドベースを継承していて、で、メンバーインフォを継承しているという流れですね。今回のフィールドインフォも実はメンバーインフォを継承しているという関係なので、さっきの、UTT のメソッドというのはメンバーインフォを受け取るようにすればすべて共通に使える感じになります。ので、ここのメソッドインフォを受けて取っているところをメンバーインフォに変えます。で、紛らわしいので、ここメンバーとかに直しておきます。で、さらに名前も、get フルメソッドネームではなくて、get フルメンバーネームに書き換えます。リフレクションじゃない、リファクタリングします。はい。これで、ロードフィールドの方も get フルメンバーネームフィールドみたいになりましたね。はい。流れとしてはこんな感じです。で、やっぱり下側でも同じように使う必要があるので、この部分はちょっと外出ししますね。こんな感じで事前にその名前を特定しておくと。で、これをこっち側でも使う。こういう感じですね。ここの差は、ブールなのか、それとも、32ビット未満の、値、数値型の場合は、32ビットにするみたいにして、で、プッシュスタックでシンボルを得て、そのシンボルへの代入式。で、右辺は、今、生成したノーマライズフィールドネームを指定すると。こういう感じですね。ノーマライズと。FQ とかにしておきますか。フリクオリファイドフィールドネームにしておきますか。こうですね。はい。
はい、これで、ロードフィールドコンバーターユーティリティーズができました。そしてロード S フィールドコンバーターが、できましたみたいな話ですね。これでいいかな。はい、これ今アプライ、このアプライは、ロード S フィールドでやってるんですけど、これ、要するにスタティックフィールドに対するアクセスですね。で、インスタンスフィールドだとどうなるのかっていうのはもう一度ちょっと考え直さなきゃいけなくて、ひょっとしたら共通にするのは難しいかもしれないですね。ちょっと考えてみないとわかんないんで、その時にもう一度見直して共通化できなさそうだったら、まあ改めて考えるということにしますか。今はこのままにしておきましょう。はい、まずこれでビルドが通るのか。はい、大丈夫ですね。じゃあ実際ちょっとテストを走らせてみますね。ここですね。ここで果たしてどんな出力が得られるのか。デバッグ。はい、例外は出なかったですね。で、コードを見ます。こんなコードになりました。関数名自体は、IL2C コンバータテストのアクセススタティックフィールドテストメソッドですね。で、中身はどうなっているかというと、ここですね。IL2C コンバータテストコールスタティックメソッド with フィールドリファレンスドテストタイプのフィールド0を参照するシンボルがちゃんと出てますね。で、こいつは32ビットの値なので、スタック0のイント32にそのまま格納されて終わり、違うか。イント64に入れ直されてますね。これは何だったっけ？あ、そうかそうか。この後足し算をするときに64ビット同士の足し算になるので、なので入れ直してるんですね。で、これは拡大変換なので、特にキャストとかもない。それから、もう一個の、IL2C コンバーターテストコールスタティックメソッド with フィールドリファレンスとテストタイプのフィールド1ですね。これ64ビットの値なので、初めからスタック1に6、イント64に格納していると。で、これで準備整ったので、この2つの64ビットの値を足して、で、結果をスタック0に入れていると。で、そいつをローカル0に入れ直している。ローカル0もイント64ですね。で、まあ、あとは一緒ですね。その値を最終的にイント 64t で、関数から返すと。いいですね。ちゃんとなってますね。ところが、この、出力されたボディは、実はコンパイルできないんですよ。なんでかわかりますかね。これだけパッと見て。どうして通らないのかわかりますかね。すごい単純な話です。このシンボル定義されてないですね。これ。どこにもないですよね。これ C のソースコードとしては、この上から下までで全てなので、どこにもない。これもちろんインクルードのヘッダーファイルの中、これスタンダードな、ヘッダーファイルなんで、その中に定義されてるわけがないし、この関数自体はここで定義してるから、これは別に問題ないですね。ところがやっぱりこのシンボルがないんですよ。これとこれが。これ一体どこに定義されてるんですかね。どこに定義されてるというか、まあ、しらじらしいんですけど、要するに僕らがこれ出さないといけないんですよ。このシンボルを。つまり、これです。C のソースコードに、この、スタティックなフィールドですね。これに対応するシンボルをあらかじめ定義しておかないと、ここの出力した C の関数内からこれらのシンボルを参照しようと思っても存在しないという話ですね。だから今これで半分できたってことです。つまり、この関数の中から、スタティックフィールドを参照するためのコードは出力できるようになった。だけど、実際にそのアクセスすべき、シンボルは何も定義されてないので、我々は今度、後半としてこれを出力するようにしないといけないということですね。はい、ではですね、今日は
今回はここまでということで、次回は、今言ったように、まあ、ちょうどこのソースコードでいうとこの辺りですかね、場所的に。に、そのスタティックなフィールドに対応するグローバル変数ですね。グローバル変数って言葉なんかすごい嫌な感じはするんですが、まあ、しょうがないですよね。C 言語なんで。グローバル変数をそこへ、宣言を出力できるようにするという対応をすれば、そうすれば、スタティックフィールドと、スタティックメソッドからスタティックフィールドへのアクセスが実現するということになりますね。じゃあまた、次回そのあたりを進めたいと思います。ありがとうございました。